はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。本日は2021年2月の1日月曜日でございます。さあ、いよいよ2月が始まりました。そして月曜日、週始めでございます。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。日経平均株価ですけどもね、反発しましたね。先週末の終値と比べて427円高ということでですね、28,091円、大きくね反発しましたね。週末の日経平均、そしてアメリカ株とですね、下落しておりましたので、週始めの月曜日心配されたんですけど、日経平均何事もなかったかのように反発しました。そしてですね、仮想通貨ではですね、リップル XRP ですけども、リップルがですね、60円を超えてきました。実にですね、リップルですね、48時間で2倍になりましたね。30円前後でね、推移してたリップルですけども、実に2日間48時間でですね、現在60円を超えてる価格ですので、2倍になりました。いや、凄まじいですね。まあ、投機的なね動きが続いてると言ったらそれまでなんですけどもね。でも日経平均戻りますけれども、日経平均ですけどね、本日は427円高の 28,091 円、でトピックスがね 21.06% 上がりまして、1829ポイントとですね、高くなりました。マザーズもですね、25ポイント高1234ポイントで、ジャスダックも 1.24 ポイント上がりまして182ポイントですね。日経、トピックス、マザーズ、ジャスダックとですね、値を上げました。これはですね、アメリカのね、ニューヨーク、先週末ね、大きく下がったニューヨークダウなんですけれども、先物がですね、高くなっていると。スタンデーダウンもね、高かったということと、先物もね、高くなって、現在、3万ドル付近でね、ニューヨークダウは推移してるんですけどもね、先週末に3万ドル割ったニューヨークダウですけど、先物は現在3万ドル前後で推移してる、そういうね安心感もあったというところで、日経平均はね大きくね上がったと予想されます。個別の銘柄を見ていきますと、9984ソフトバンクですね。日経平均に寄与度の高いソフトバンクが大きく上げました。4.32% 上げましたね。ソフトバンクグループの方ですけどね、ソフトバンクはグループと、あとね、皆さんよくご存知の携帯電話のソフトバンク、携帯電話があるんですけども、これ別会社になっておりまして、ソフトバンクグループの方がですね、孫正義会長を率いるソフトバンクグループ 4.32% 上げまして、350円高ですよ。8458円とね、上げてきました。で、同じくね、寄与度の高い銘柄、ファーストリテイリング、皆さん大好きユニクロですね。ユニクロのファーストリテイリングですと 1.89% 上げ、1700円高ですね。91,520円ですね。ユニクロ、ソフトバンク、ユニクロとね、やっぱりここら辺強くね、日経平均のね、寄与度の高い銘柄がね、引っ張っております。で、先週末の、ね、金曜日に決算発表がありました。 M3 ですけどもね、 M3 もね高く上げました。 5.32% 上げてきましたね。 M3 469円高の9280円ということですね。ここら辺のね、寄与度の高い銘柄がね、日経平均を上げました。続いてね、見ていきますと、東京エレクトロンが 1.21% 上げ、480円高で 42,090円。ソニーがね 1.04% 上げまして、105円高、1万と155円ですね。1万円をね超えている価格となっています。6758ソニーですね。あとですね、 ZOZO ですね。 ZOZO タウンの ZOZO ですけれども、今日ね実に 17.12%、 502円高、これストップ高ですね。ストップ高で引けましたね。3435円、ZOZO ストップ高ですよ。このようにですね、日経平均ね、実に427円高で 28,091円ということですね。こういう寄与度の高い銘柄もね、引っ張ってね押し上げました。安くなったところはですね、TDK や太陽油田、あと日立建機、味の素、キッコーマンなどがね、小安い水準となりました。業種別では33業種中27業種が値上がり、
業種値上がり1位は、ね、ガラス、土石で以下、非鉄金属、金属製品、海運が続きました。値下がり上位は食料、石油、石炭、リキュールなどが、ね、弱い動きとなりました。さあそれを受けてね、今晩この日経平均のね、日経平均高を受けて今晩のねニューヨークマーケットがねどうなるかというところがまた注目でございます。ここでね、ニューヨークマーケットも安心感ある感じで上がってくればですね、また明日の日経平均もね期待できるんじゃないかなと思います。ではね、為替を見ていきましょう。為替はですね、現在ねドル円104円と716円とね、昨日とほぼ変わらずの水準なんで、先週末とほぼ変わらずの、ね、水準なんですけども、まあ104円の後半ということで、やっぱりドルね強い動きをね続けておりますね。ドル円の影響が、これから今後のね株式市場、仮想通貨にもね影響を ね及ぼしますので、ドル円はやっぱりこう基軸通貨ですので、ね、ここを注意して見ておく必要はございます。でユーロ円はですね、現在126円と970円ということですね。127円をね若干割った水準、少しね、円高傾向に動いております。でオーストラリアドル円が5ドル円が現在80円と16円ということで、まあ、80円台に、ね、乗っかっております。オーストラリアで、オーストラリアは明日ですかね、金利政策のがありますので、まあ、ここで、ね、また動くかもしれませんけどね、オーストラリア、そういう感じでございます。ではね、仮想通貨をね見ていきたいと思います。仮想通貨ですね、リップルですね、XRP リップル、仮想通貨の中でもね、この時価総額のね上位、まあ、多分3番目か4番目ぐらい、まあ、これだけ値上がりしてるんで3番目ぐらいになってるかもしれませんけどね、リップルね、現在価格が60円と789円ということですね。昨日と比べて 28% だからですね。昨日の時点でまずですね、一昨日と比べて 50%、60% 上げておりましたので、はい、そういうふうな値動きですね。あれだけ大きく上げた、昨日あれだけ大きく上げたんですけど、さらにね上げてきて現在60円を超えてるという価格ですね、リップルね。いやー、まあ、これ本当でも出来高伴ってますのでね、強いです。はい、一方ですね、ビットコインは、まあほぼ昨日と変わらず350万円台ということで、351万と745円ですね。まあ、昨日じゃ若干下がって330万円だよね、推移してる時期もあったので、やや戻したかなというところあるんですけど、ちょっと価格的にはね弱い動きではありますね。ただね、ビットコインでも今後どういう材料が出てくるかね、全然わからない感じですので、なんかこうファンダメンタルでいい材料がね出やすい環境なんですよね。そうすれば一気に吹き上がりますのでね。先週末もね、ヘッジファンド運営会社のブリッジウォーターアソシエイツの創業者のレイ・ダリオ氏という方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方がですね、暗号資産はものすごい、暗号資産仮想通貨ですけど、ビットコインはものすごい発明だとし、法定通貨の下落に備えるプロテクションを提供する新規ファンドで仮想通貨を対象として検討しているということですね。まあ、今後もねファンドなどがですねビットコインをね買ってくる、まあ、一部取り入れるとかですね、そういう動きもありますし、まあ、アメリカの企業でも結構進んでるんですけども、ビットコインをですね会社のね投資する資金の何パーセント、 1% とかね割り当てるという感じで、非常に注目されておりますのでね、さらに今後のね値動きが高く上に向かっていくんじゃないかということがね期待されるというも結構可能性が高いビットコインでございますけども、本日2月1日の16時41分現在の価格は351万1000と814円でございます。まあ、この値段がね、高いか安いか、それは各自ね皆さんのね判断だと思います。
で、イーサリアムですね、アルトコイン、イーサリアムですけども、現在ですね、価格13万7セント3円ということでね、2.87% 安。イーサリアムが14万円をね、切った価格になりましたね。ちょっとね、高値をなかなか更新できずにいるイーサリアムですけども、少し下がってきて、またここでエネルギーを貯めるのか、そういう感じでございますね。で、NEM ですね、XEM、NEM が現在25円ですね、4.42% 上げ、NEM 上げてますね、25円台ということで、4.4% 以上上げてますので、はい。NEM も、まあ、リップルがあれだけ、ね、すごい動きを上げてますので、釣られやすい傾向のコインだと思いますね、NEM ね。で、ライトコインは13,640円、まあ、0.42% 安、まあ、ほぼね、昨日と変わらずの価格で動いております。まあ、昨日というのは、仮想通貨は土日はね、動いておりますので、日曜日の価格が反映されます。ビットコインキャッシュは42,671円ということで、1.42% 高となっております。ビットコインキャッシュ。で、モナコインが164円と96円ということで、ね、0.15% 上げてきております。IOST ですね、 IOST は1円と615円ということですね、 0.4% 下げ、まあ、ほぼね、変わらず1円後半、中盤から後半での、ね、動きを続けております。 IOST で最近、先月からですね、日本でね、取引ができるようになりましたエンジンコインですけども、エンジンコイン34円と438円ということで 3.08% 下がってきましたね。エンジンコインはね、コインチェックで初めて取引ができる時、できる段階の時は40円台だったんですけど、現在30円ということでですね、エンジンコインはまあ、材料で尽くし感があったのかもしれないですけどね、まあ、下げてきて現在34円ということですね。本日仮想通貨はね、そのような、ね、動きとなっております。で、今晩の、ね、ニューヨークマーケットですけどもね、明日2月の2日に決算のね、アマゾンやグーグルですね、アルファベット、グーグル、そしてあとファイザー、製薬会社の、ね、ワクチンを開発するファイザーの、ね、発表もありますし、あとアリババの、ね、決算発表もありますので、それが2月の2日なので、日本時間の3日の朝になると思うんですけど、3日の朝に決算の発表があります。なので、まあ、そこら辺で、ね、ニューヨークダウンも、ね、動きがあると思いますので、そこは、要注意ですね。ここのところ先週ね、あの決算があったマイクロソフトやね、テスラ、そしてアップルで、フェイスブックもありましたね。で、決算の結果で結局先週末ね、決算で材料で尽くしかみたいな感じがあって、ニューヨーク、ナスダックが特にね、大きく下がってきたというところもありましたので、また、月も変わりまして2月に入りましたね。アメリカの、ね、決算どうなるでしょうか、注目でございます。で、今日のね、東京の感染者数はですね、393人ということですね。東京のね、感染者数は400人下回るのはね、12月の21日以来ということですね。なのです、ただ、まあ、月曜日はどうしてもね、少なく出る傾向があるそうなので、まだ安心はできないと思いますけど、久しぶりにね、まあ、393人ということで、まあ、400人下回った数字ということで、若干のこう、なんて言いましょうか、安心感というのはありますけど、でもね、要注意でございます。はい、以上、本日は2月の1日、金融、経済、世界情勢について語ってみたでございました。それでは、この動画が良かったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。